エイペックスアーティストアカデミー東京校の畑中一樹と大野たまみです。お願いしま す, お願いします、はい、ということで、今回はですね、ピッチの 4-2 ですね、ボーカルマスターのメソッドのピッチの 4-2 をやっていきたいと思います。ちょっとカンペ見ながらなんですけど、音程の重要点を探ることと、音正確性丸一神々やな、音程の正確な再現というところをやっていきたいと思います。でですね、この内容シンプルに噛み砕くとですね、自分が歌いたい楽曲、今回はですね、一つ前の動画と同じようにですね、メリクリの、サビを使ってですね、歌うんですけれども、ご自身の歌いたい楽曲をですね、いろんな歌い方で、トレーニングしてみようっていうことです。やってみると分かると思うので、そのままちょっと進めてみましょうか。ボアさんのメリクリを使っていきます。サビでいきます。はい。で、キーどうします？元気でいきます？大丈夫です。元気でいきましょうか。はい。はい、じゃあまずはですね、僕が一回指示を出して歌ってみるので、その後に続いて、大野先生と一緒にですね、真似して歌ってみてください。まずはですね、ずっとそばにいて、このフレーズをですね、音程優先で、しゃくり上げを使わない、かぶせも使わない、もう本当に機械のようにまっすぐ当てるっていう歌い方をします。ピッチ優先でいきます。こんな感じです。ずっとつぶったそばにいて、3、はい、ずっとつぶったそばにいて。ありがとうございます。そんな感じです。じゃあ2つ目いきます。2つ目はですね、レガートという歌い方をします。レガートっていうのは、つなげて歌うっていう考え方なんですけれども、クラシック用語ですね、レガート。この次のフレーズ、大好きな君を見つめてたい、これをですね、少しこう滑らかな、なんですかね、バイオリンを弾いてるようなイメージ。大好きな君を、はい、大好きな君を見つめてたい。そんな感じです。大野先生バッチリですね。そんな感じです。じゃあ次いきます。スノーフェイク、君のぬくもりが、ぬくもりはですね、でここはですね、スタッカートでいきましょう。ちょっと意味わかんないですけど、こんな感じです。スノー、あ、ごめんなさい、スノーフェイク、やってみましょう。一回やっちゃったか。じゃあその次。はい。って感じですね。ごめんなさい、ちょっと噛み込み。でもそんな感じです。はい、じゃあ最後に、子音と母音の分割をして、ちょっとローマ字っぽく発音する。日本に来たての外国人の方ぐらいちょっと分けて発音する、こんな感じの発音でいきましょう。冬の贈り物、ほら雪だよ、はい、冬の贈り物、ほら雪だよ、いきましょう。でもそのままいきましょうか、はい、ワン、ツー、はい、冬の贈り物、母音の分割をして、分けて発音する、こんな感じです。これがローマ字っていう歌い方ですね。はい、ということで、最初にやったのがピッチ優先の、当て感を優先した歌い方ピッチで、2つ目はレガート、つなげて歌う、で3つ目はスタッカート、こう跳ねる感じでちょきちょきに切った感じで歌います。で最後に、子音と母音の分割を行うローマ字箇所、これをですね、ちょっとつなげてやってみましょうか。メリクリのサビの部分を4ブロックに分けて、今さっき歌ったところをつなげて歌うみたいな感じですかね。歌唱は大野先生にやってもらいます。僕が指示を出すので、僕のピアノに合わせて歌ってみましょう。さあ行きます。まずは、ピッチ優先ですかね、はい、行きます。ワン、ツー、ピッチ優先、はい、ずっとずっとそばにいて、レガート、スタッカート、スタッフェイス、君
バッチリです、ね、こんなことができちゃうとやっぱりさすが先生です。本当に、ね、こういう風にいろんな歌い方って実は存在するんですよ。まあ、何が正解かはともかく、いろんな歌い方を試して、自分の歌い方のスタイルを模索していくっていう部分ではね、非常にいい歌い方かなと思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。最後にですね、じゃあちょっとパターンを変えてみましょうか。丸ごと2個ずつずらして、一番最初のフレーズはスタッカートで、2つ目のフレーズは、ボイン、シーンとボインの分割を行う、3つ目は、ピッチ優先で、最後はレガートで終わる、こんな感じのスタイルでいきましょうか。じゃあまず最初はもう羽からスタートです、はい、スタッカーとかでいきます。いきますよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。このメディクリのモチーフを活用して大野先生と一緒に歌う練習もぜひやってもらいたいですし、皆さんが好きな、ね、楽曲、練習中の楽曲もぜひこんな感じでいろんなパターンを試してみてください。ということで、解説は以上になります。畑中一希と大野たまみでした最後可愛いんだよね。ありがとうございます